前の試合では引き分けとなり勝ち点1を獲得しました。この試合では勝ち点3が欲しいところです。なお本日の主審は張春寛です。危険な位置です。緊張感が増してきます。味方はいるか。ボールは蹴り出されます。リオネル・メッシ、ボールを守りきれるか。ここでセルヒオ・ラモス、ソン、素晴らしいポジショニングと視野の広さでボールをカットしました。やはりこの人にはパスが行く。リオネル・メッシ、味方はいるか。ボールをキープしている時の技術が本当に素晴らしい選手です。ここを起点にできるか。モドリッチ、ベイ、いいカットです。一旦攻撃を防ぎます。決めに来た。素早く詰めたい。見えてます。メッシ、ここにいます。イニエスタ、サイドを変えました。いいタイミングでカットしました。少しは楽になりましたね。危険な位置です。緊張感が増してきます。ペペ、ここで食らいます。勝負どころと見たか。前に飛び出します。このボールは重要です。メッシに注目しましょう。決まるか。このシュートはちょっと強引すぎたか。キャッチします。しっかりと連携が取れていますよ。ディフェンスがボールをクリア。シュート、ファインセーブを見せました。さあコーナーからのチャンスです。素早く詰めたい。ここは簡単にボールを渡してしまった。ボールが足につきません。ルーズボールだ。ファンフラン、ペペ、勝負どころと見たか。前に飛び出します。マルセロ、メッシに注目しましょう。ミランダはこの位置です。ここにダニエル・アウベスがいます。合わせられるか。ディフェンスなんとか押し出した。ペペ、マルセロ、リオネル・メッシ、フィールドの中盤でボールを奪いました。
で回します。ここでシャビアロンソ、マルセロ、アロンソ、ファンフラン、メッシに注目しましょう。キーパーに戻します。ソン、このパスはベンゼマに向けてです。ディフェンダーの裏を取るプレーを好む選手ですが、少しタイミングが早すぎたか。ファンフラン、ペペ、さあメッシュです。ファールです。主審の判断はどうでしょう。が上がりましたが、結局相手のボールになりました。抜群の存在感、ペペ。ソン、メッシ、メッシ持ち込む、そして切り込んでいくのか。やっと素晴らしいクロスが入りましたが、ディフェンダーの読みが良かったですね。出足が鋭い、カットします。します。しっかりと連携が取れていますよ。スコアは0対0。ここでハーフタイムを迎えます。さあ、これは互角ともいえる内容で折り返しとなったのではないでしょうか。はい、こういう拮抗した試合ですとベンチワークが非常に重要になってきますね。このハーフタイムは大事にしたいですね。後半戦の開始です。さあメッシです。ソン、ボールを運びゴールに襲いかかります。ここはうまく取りました。よく見えてましたね。この選手がモドリッチです。ベイ、ぶつかり合っています。シュートに行けるか。危険な場面も脱しました。ディフェンスがクリアです。前方が開けていないか。シュートが正確な選手ですが、このチャンスをものにできるでしょうか。攻撃の手には渡りません。さあどうだ。ファンフラン、ベイル、ここでテンポを上げるか。コーナーギリギリのところからスローインで再開です。ネイマールが絡んでいきます。さあコーナーからのチャンスです。を使ってピンチを脱出。サイドからは突破させません。
ニエル・アウベスのところに行きました。ベンゼマが来る。ルカ・モドリッチサイドに展開されましたが、ここでカット。この選手がベンゼマです。ここはペペのテリトリー。ダニエル・アウベス、主審はファールを取ります。素晴らしい。ここはキーパー安定したいい動きですね。これはもう大きいですよ。こういうプレーはチャンスを引き寄せますから、次につなぎたいですね。ガレス・ベイ、攻撃に移りたい。ボールをカット。ポジション取りがうまかったですね。ここにはイニエスタがいました。決まるか。止める。止めます。こういったプレーが出るんだから、まだまだ試合の流れを持ってくることはできますよ。諦めちゃいけません。決めに来た。キーパーきっちりとボールをキャッチ。危険な位置です。緊張感が増してきます。ネイマール、届きますか。ボールを取りに来ました。超瞬間。これは嫌な予感がするところ。審判の手にはカード、警告、イエローカードです。ここは笛が吹かれました。激しすぎたでしょうか。判定に不満そうですが、これはファールですね。よく見ていました。フリーキックです。最後の最後でうまくいきませんでした。シュートは枠から外れました。さあ、スタジアムのテンションが上がります。ルーズボールになった。よく聞いています、シャビアロンソー。イニエスタ、決まるか。ゴールだ。入った。この時間にドラマが待っていました。このゴールは貴重なゴールとなりました。この角度からも見ましょう。ここで試合に動きが出てまいりました。サポートも寄っていく。ベイ、この動きがモドリッチのプレーです。ネイマール、
ボールが中盤でカットされました。シャビアロンソです。ファンフラン、これはいいところにいました。ナイスインターセプト。ポジショニングと視野の広さでボールをカットしました。ファンフラン、ソン、しっかりキャッチ。実力を見せつけています。この勝利により上位に入る自信が生まれたのではないでしょうか。そのようですね。そろそろ終了の時間となりました。今日の試合いかがでしたでしょうか。実況は西岡明彦、解説は堀池拓実さんでお送りいたしました。さようなら。